はい、2回目です。ないわこれ。はい、ということで、さて今週はですね、はい、我々ミドルファンクションの番なんですけど、はい、今日はですね、僕コウノスケ、ボーカルコウノスケとドラムの麻生です。はい、お願いします。はい、続いて今週はさ、動画でさ、言っとったけどさ、はい、出会ってさ、はい、きっかけ、俺さ、めっちゃ覚えとるね。はい、意外と覚えとる。まあ、そう、いや、これはね、意外と覚えとる。え、ほんまに？うん。いや、あれっしょ。もうこの、そう。いや、俺マジでね、別のあの動画でさ、俺さ、言ってくれんかったらさ、俺すごい悲しかったもん。ああ、そういうこと？それ言ってほしかったんか。まあ、言うほどでもないでしょ。意外とそういうとこなんか俺、ちょっとするからさ。確かに。まあ、俺が入った経緯だったから、まあ、純也に誘われてっていう。ああ、そうやって、そうね。いちいち寂しいからちょっと良くないですか。はい。良くなかないと思って、メンヘラ出てますね。だって、寂しかったんだもん。はい。まあまあまあ、まあまあ、優勝してね。そう。なんだっけなね。いや、ほんとね。横浜のやつやった。うん。そう、横浜。で、そう、朝で、あの、ほら、なんで名前個人名だとダメなんだ。P で。まあ、その、僕の一個上の先輩と僕ライブ行ってて、で、コウノスケと、そう、もう一人。俺の、あのね、友達。で、その友達が、もともとね、高校の時。そう。あの、部活の先輩だったね。そう。っていうつながりがあって、その時はね、あんまりね、一緒のことないですよ、正直。なんか、あんま、この人面白いなって印象ないし、熱いなって印象もないし、まあ確かにそんなめっちゃ喋らなかったから、なんかまあ、バンド好きなんだなっていう印象でしたね。なるほどね。でもそうやね、お互い、なんか、麻生も結構その時無口やったからね。無口やないや。シャイか。シャイ。まあでも、まあ初対面結構僕は、シャイに行っちゃうんですけど、シャイにちょっと一面で。それはあったかもしれないですけど、で、まあいざ入ってみているわけですよ。うん、覚えてるんですよ。あの時のね、あいつね。いやでもね、僕入った時ってね、すごい尖ってたんですよ。いや、めっちゃ尖ってたんですよ。あのね、なんていうんですかね、僕、会う前に覚えてるんですけど、純也すでに、なんかそのコウノスケからの俺に伝言みたいなの来て、一番すげえドラムソロってこいやみたいなやつを言われたんですよ。何一番すげえドラムソロみたいな言われて、なんか人にポコポコ言ったやつを送ったら、ああ合格みたいな。やばくないですか。もうなんかそういうのやられたんですよ、僕は。だからすげえなんか尖ってるイメージっていうか、すごい自信かなんか。いや本当にね、でもないそういう時期。いや、まあ確かに今は相当丸がりました。本当にインスタってさ、たまにふと4年前のアンカー何してました。あ、出ますね。あれ出るね。あれ難しいね。俺あれで本当にたまたまこの間インスタ見た時にそれが上がってきて、ちょっとさっき話しとったワンオクで4人で撮った写真が出てきたわけですよ。ああ、懐かしい。そう。もう俺後も保存してるかもわかんないですけど。俺が、そういうメモリーちゃんと大事にしたい。ああ、なるほどね。で、それがね、上がってきて。メモリーって言われても、今、普通に思い出とか写真とかで言うと、メモリーとか言うとこがまだちょっと尖ってますね。確かに。3年後に、この人と一緒にバンドするなんて思ってないやん。ほんとに思ってない。俺ほんとさ、ちょっと泣きそうになってさ、一緒に友達で泣きそうまで行くんだ。こいつと、あ、俺バンデム君とるんか、めっちゃ楽しんどるしな俺みたいな、めっちゃ嬉しいなこれ。ちょっとやめようこれ、やめようこれ。ね、そう、俺はそれを見て、あ、嬉しかったなっていう。あ、なるほどね。はい、オッケーっすって言いますね。前回の動画で言ってましたっけ、その場合ってきっかけみたいな。うん、言ってましたっけ。あ、ちょっと見てなかったな。おい、なんで言ったんでしたっけ。トライでしょ。俺トライです。あ、俺ね。あ、俺の言ってないですよ。あ、そう、あ、そうだ。言ってない。そう。そっち気になる。最初ね、あのね、先輩と一緒に、あの、僕短大でやってたんですけど、その先輩の友達のバンドを見に行った時に、あの、初めてソウルバーに見に行った。だからお客さんとして一緒に見に行って、あの、某ね、あの、今でも現役でやられてる。その人がちょうどやってたんですよ。で、それを見て、あ、なんかね、やっぱ今までワンオフとかそういうなんかね、メジャーなバンドのライブしか見に行ったことなかったけ
そう、はい、こういう地元でもこういう場所ってあるんやなってことに気づいて、はいはい、その時はただただあ、かっけえなって思っとった時だったんですけど、うん、そうで、その、なんだ別のバンドで僕よりもちょっと年下のバンドがいて、はい、でそのバンドがちょうど僕 の, あの好きなねあのハードコア系のね、はいはい、激しめのねそう、好きっすもんね、そうそうそう、ブレイクダウンやりますねっていうようなバンドを親やっとって、はい、多分その時に僕がそれ、はい、そういう系の音楽が好きでやりたいなって思っとったから、はい、あここにこのソウルバーっていう場所に入れば、はい、あなるほどそういう系の音楽があそうそうある、はい、あってそうあの入ろうあの入ろうっていうかソウルバーに通おうってあなるほど思ったんですよ。でまあほとんどねだから本当最初先輩バンドと自分のちょっと下の、はい、あの激しめのバンド、はいはい、2つのバンドを結構見に、はい、多分月1ぐらいで、あ、行ってたんですか？そうそう、1人ですか？うん、1人ですか？そう行っとって、はい、そこからですね、いろんな人の関わりを持つようになって、そこでちょっとね、今のメンバーと会って、はい、バンドを組んで、はいはい、まあね、今ベースしてるジュニアとかと会って、はい、バンド組んで、はい、なるほど、そういう経緯があったんですね。そうそう、うーん、懐かしい、ちょっと知らんかった。そっか、でも言ったことなんだかんだ言ったことないか、初めて聞きました。そうなんだ、結構激しめやりたかったんですね、確かに。うん、今もその思いはあるんですか？ありますね。あるんですか？あります。でもうゴリゴリにゴリーみたいな、いやいや、うわーはやりたくないけど、うわーまではいけないけど、はいはい、そういう思いはちょっとある。そう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 、今後曲持ってきたらそういうのもある可能性もあると。まあ、それはね、バンド始めたっていうか、はい、要は楽器ですよね。歌もボーカルも含めて楽器始めたのって一番最初僕ドラムから始めた。そう、ドラムやってるんですよね。そう、うん、で、ずっとやっぱね、そういうライブハウスとかで、はい、後ろでね、ドラム叩いてみたいなっていう気持ちはあって、はい、まあ、はい、今まで2回ぐらいちょっと経験させてもらったことあるんですけど、やってるんですね。なんか実際、はい、どう後ろの叩いてる、そのほらお客さんの反応とか、はいはいはい、なんかドラム的な視点、あ、でも意外と見えますよ。見てる、うん、全体は見えるし、うん、お客さん後ろの方はちょっと見えにくいと思うんですけど、前にの方にいる人とか大体見えるし、うん、なんか楽しそうにやってるなっていうのも見えるし、うん、めっちゃつまらされてるなっていうのも、まあ、そう、あれ明暗がねすごいよね。そうそう、それは見えますね。逆から見たらなんかソウルバーって結構スモーク、そう、ってそう、死ぬほど見えねえよ、マジでやるなんか、うん、お前ダメだ、煙の中に隠れまくるよ、ね、そう、もうちょっとそういうのもあります。認知レベルでね、はい、あのスモークですけど、完全に、まあでも結構見えたりはします、ね、うん、そういうような感じでね、いろいろちょっと話もありましたが、はい、はい、またいろいろ、今後もね、やっぱお世話になってくると思うんで、そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。